皆さんこんにちは、ひさです。メダカを飼い始めて7ヶ月が過ぎました。今日の話題はこの7ヶ月の間に集めたメダカの話なんですけども、メダカ棚が完成しました。15種類のメダカを集めました。今日はそれについてお話をしたいと思います。最初はこんなにメダカを集める予定はなかったんですけども、気づけばどん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 購入していって、たくさんメダカが増えてしまいました。今メダカ棚に NV ボックスが入ってるんですけども、これね、理由があるんですよ。ガラスの水槽にしようと思ったんですけども、ガラスの水槽って結構重くてツルツルしてて危ないじゃないですか。で、汚れてくると結構汚さが目立ってしまうんで、いろいろ考えた結果こういう形になりました。特にメダカは保護色の関係もあって、単にかっこいいからガラスの水槽で飼えばいいやっていうことはできないと思うんですね。やっぱり綺麗な色にするには白か黒かはっきりした色で育てた方がメダカの色も良くなりますんで、そういう理由からこのボックスで飼育をしたいと思ってます。今回は見た目のかっこよさよりか利便性を優先しました。そうしましたら、一つ一つ何を買ったかっていうのを皆さんにお伝えしたいと思います。まずはブラックダイヤ、この中に20匹ぐらい入ってますね。その次に、これ表示はないんですけども、三色ラメ、ここにもたくさん入ってます。その次に夢ボタル、その次の水槽にはサファイア、そしてこちらは紅ほっぺですね。はい、そしたら次行ってみましょう。この水槽はね、実はエビが入ってるんですよ。シュリンプがいっぱい入ってます。こちらはブルージェイとなります。そして私が一番好きな東天光の水槽です。次にこれはレクリスですね。その次が歌舞伎ゴールド、これもすごい綺麗なメダカですね。で、一番下の段に行ってみて、こちらが深海メダカ、そしてサボラメ、その次に夜桜ゴールドで、定番のミユキですね。で、こちらがきらめきとなります。こちらの棚の上にリンコウもいるんですけども、それはちょっと数が多いんで大きめの入れ物に入れてるんで、この棚には入れていません。その代わりにシュリンプが入っています。最近ですね、外飼いから中飼いに変えてメダカの環境を少し変えてみました。こうすることによって、今までだったら外にわざわざ行ってメダカを見に行く機会って本当に少なかったんですけども、家の中にメダカを入れると結構時間があったらメダカを見るようになって、メダカライフが充実したような気がします。これ以上は種類を増やすのはもうやめようと思うんですけども、今後はここに入っている水槽のメダカたちをもっとたくさん増やして、大きな水槽で飼って綺麗に泳いでるメダカを見ようかなって今のところ考えてます。私がメダカを飼う際のポイントなんですけども、大きく4つに分けてます。一つは光系のメダカ、これはミユキとかブルージェイとかリンコウとか。二つ目はラメ系のメダカ、これサボラメとかね。三つ目は色がはっきりしてるメダカ、東天光とかブラックダイヤとか。そして最後に四つ目、体内光の綺麗なメダカ、これは深海メダカとか。
結局光系のメダカって上から見たら同じようにしか見えないんですよ。なので大きく4つに分けていろんな種類のものがはっきりと区別できるような状態で鑑賞できるような感じでメダカを選んでます。はい、皆さん本日の動画いかがだったでしょうか。私は15種類のメダカを家の中で買ってメダカライフを楽しんでます。皆さんのメダカライフはどんな感じで楽しんでるでしょうか。こんな感じでゆるくメダカについてアップしていきますんで、皆さんチャンネル登録の方よろしくお願いします。ひっさでした。